こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画の前に4本の動画で基本のことをお教えしました。まだこちらの基本講座をご覧になっていない方は、まずはそちらをご覧くださいね。概要欄にリンクを貼っておきます。潜在意識とは、簡単に言うと、過去の自分であるということをお話ししましたね。現在の自分の中に過去の自分がいると思うと、潜在意識は小さいような気がしますが、実はとても大きいのです。過去の自分はたくさんいます。だから、潜在意識の力は大きいんです。ということは、現在の自分が過去の自分をコントロールできたら、とても力が増えますよね。潜在意識を変えるには、6歳の自分をイメージして、その自分と対話するというのがポイントでした。この6歳の自分をインナーチャイルドというのでしたね。潜在意識を変えるためには、6歳の自分とあなた自身が対話しなければいけないので、他人にあなたの潜在意識を変えてもらうということはできません。あなたを変えられるのは、あなただけです。逆に言うと、これはとても安全です。では、今日は、それを実際にやってみましょう。テーマは、自分を癒す方法です。昔、辛い思いをした、という体験はありませんか？誰でも一つや二つはありますよね。学校でいじめられたとか、お父さんに怒られたとかで、すごく悔しかったとか、大泣きした、というような体験です。こんな時、心はどうなっているでしょうか？今はもう普段思い出すことはないでしょうが、潜在意識の中ではまだその自分が生きているんですね。潜在意識のあなたは気がつかなくても、潜在意識のその自分はまだ過去の状況の中に生きているので、似たようなシーンを恐れていたりします。この自分を放っておくと、時には思わぬ反応をする自分が現れますから、先に対処しておいた方がいいでしょう。自分でできる簡単な対処法をお教えしますね。まず、目を閉じます。そして、何か嫌なことを体験した過去の自分を目の前にイメージします。その自分の表情をよく確認します。表情がわからない時には、雰囲気を感じ取りましょう。そして、その自分が感じている感情を、今のあなたも感じてあげます。この子は絶望しているんだなとか、この子は寂しいんだな、とかです。そして、その感情をその子に表現します。お前は絶望しているんだねとか、お前は寂しいんだねと言ってあげるのです。つまり、その子の心に寄り添うのです。そして、その気持ち、とてもよくわかるよと言ってあげましょう。前に、潜在意識にいる自分は、現在の自分と違う、と言いましたね。今のあなたとその子は違うので、その子は、あなたを知らないのです。その子の時間は、そこで止まっているので、大人のあなたは知らない人に見えています。ですから、こうやって、お前の気持ちが、わかるよと言ってあげて、その子に信頼してもらうのです。まずは、ここまで、やってみてください。昔のことを思い出すのは嫌だと感じるかもしれませんが、現在のあなたが忘れていても、過去の自分は潜在意識に残っているので、思い出して、その子と対話する方がお得なのです。今日は、現在の大人の自分と、6歳の子供の自分が出会うというところまでやりました。皆さんも、ぜひ、昔泣いたことや怒ったことがあったら、今日学んだように、自分を癒してあげてくださいね。